はい、こんにちは、辰間丹です。さあ、本日2020年6月19日金曜日ということで、今時刻は8時15分なんですけども、夜のね、本当は今日朝マックでハッピーセットがポケモン今日からなんですけど、実はね1個もう買ってはいてあるんですけど、ちょっと遊べてないので、それはまたちょっと後日動画にするとして、今日はくら寿司さん来ました。で、結構今日はね、ちょっとお出かけしてて、あの県またいでの県をまたいでのお出かけももう OK と国から出たので、あの今日はねちょっと遠くに行っちゃう友達に会いに来て、家族で来てね、そのもう今日は締めでくら寿司、2000以上でクリアファイルプレゼントということで、1段の時はね土曜日の夜、あれ日曜日だったっけ、土曜日だっけ、日曜日か、もう2日後にはねもうなかったんですけども、今日はまだあるみたいです。ということで、僕の大好きなエビ天寿司、あーエビが飛び立った、今日もねみんなで食べていきます。今回はビッグラポンはあのこのクリアファイルもらうのに関係ないので、まあ、2000以上頼めばクリアファイルがもらえると。多分ね1枚だと思うんだけどね、どうなんだろうね、2000以上で1枚なのか、それとも4000でも1枚なのか、ただクリアファイルもらうのにくら寿司のツイッターやフェイスブックをフォローしたり、あとはくら寿司のアプリを入ってないとダメ、もらえない。でも今日すごい混んでる、金曜日なんですけども、もうめちゃめちゃ混んでますね。さあ、ということでいただきたいと思います。お店のね中にはね小学生ぐらいの女の子が、あの唐草模様っていうの、あの炭治郎の服みたいなの着ている人とかもいるし、駐車場ではなんかこうクリアファイルなんかやり取りしてるような雰囲気もあったから、やっぱすごいね。で、前回のあのくら寿司のこの売り上げ、なんか平日過去最高らしいですね、売り上げがすごい。ということでエビ天寿司いただきたいと思います。いただきます。うわ、揚げかけうまい。めちゃうまい。見て、皿がこんなのできた、初めて見たんだけど、くら寿司で。まあもうさっきもさ、2皿リングが足りなくて、もう普通に2個、これ2個が乗ってきたりしてたから、2皿リング回収しますとも言われて回収されたし、もうお店の繁盛具合がすごすぎて、皿がついにこんなのになった、すごっ。はい、ということで、アサリとホタテの和ボンゴレというなんかものを頼んでみました。新製品ですね。パカ、麺がラーメンの麺なんだけど、もうなんかボンゴレって言ったからさ、普通にパスタかなってちょっと思ってたんだけど、まあそんなわけないよねじゃあちょっと、めっちゃボンゴレの匂いする。へえ、めっちゃいい匂いする。いただきます。うん、あ、めっちゃいい香りしてきた、ね、うん、新しい、すごい新しい、うまいよ、すごい今いい匂いしてるもん、新しい、いい例えある、学校の給食で出たらこんな感じ。何それ食べてみじゃあまず止めていいよ。はい、どうぞ。スープ飲んでいい。あ、スープ飲んでいい。スープはね、違う、その例えじゃない、その例えじゃない。あ、辛くないこれ。いや、全然食べれるかな。全然辛くないよ。あれよ。え、何？スキー場で食べるラーメンって感じ。ああ、まあ確かにそれは言えてるかもしれない。うまいよね、だからね。390円。うまいよね。めっちゃ好きこれ。めっちゃ好き。あ、うまいよ。ホタテもうまいよ。めっちゃいいじゃん。ね。もう一個頼む。もう一個頼む？本当に言ってんの？うん。え、
かなり好きこれ。やば、そんな言うと思わなかった。え、美味しい。食べまして、まああとは他にもいろいろ、はい、知らない人用にここにお皿を入れて5枚入れると、これ5枚目です。入れるとこっちが作動して、お、新しくなってる。競歩巻きじゃん。長い、まだ。あ、巻きじゃん。めっちゃ YouTube で聞き覚えのある音だな、今の。はい、今ね、最後の締めでマンゴーをね、この完熟アップルマンゴーっていうこれを頼んだんだけど、まあ、こうやって来て、まあ、ちょっと、まあ、絵とは違うな、まあ、100歩譲っていいとしよう、このこうなってないのは。で、なんかこれね、見てこれ、ほらちょっと触るだけでこんなうようよだし、色がなんか、縁がなんかおかしくて、これでいいんだって。店員さんに今聞いたらこれで正常だって言うから、まあもしくら寿司の本社の方が見てるんだったら、まあこれで正常って言うならね、まあ今から食べてみますけど、まあどうなんでしょうかって感じ。妻あるよ。あ、そうなんだ。ちょっとでもこれで食べたい。妻は過去に頼んだことがあるけど、こんな色してなかったし、こんなんじゃなかったって言うけど、まあどうなんだろうね。え、だってすごい色が、まあなんかちょっと怖いよね。ドロドロだよ。まあまあ、なんか解凍マンゴーって何、冷凍の味がする。解凍したからこうなっちゃってるのかな。冷凍の味がする。すっごい、もう冷凍庫の味がする。だからかな、ま、マジで。まあそれなら納得だわ。すごい冷凍庫。俺はもう食わない、この商品。ちょっと食べたい。びっくりするぐらい冷凍庫。ああ、ちょっとじゃあ、このじゃあ真ん中の部分、こんぐらいでいい、とりあえず。うん、どう？そっとスプーンを置いたね。超完熟。まあ超完熟だけどな、冷凍庫の味しない？解凍の味。で、マンゴーの味もするけど、ちょっとこれあんま美味しくないね。前すごい美味しかったの。まあ場所にもよるかもしれないし、その時々にもよるかもしれないし、まあ俺はもう頼まないかな、こうなると。さあ次。あ、一緒だ。あ、ダメだ、ダメなやつだこれ。長くなった音が。あ、ちゃんと射的もある。で、強歩が新しく加わったんだね。当たんないね。あ、ちゃ、強歩これの当たり見たいね。さっきとキャラ一緒だな。カットイン。あー、ダメじゃない？おおおおお、これあるでしょ。外のキャラも変わってない。さあ、カットイン。きたー。そういうことぞ。やった、見れた、嬉しい。これなんか社長かない、あ、あれ、あれじゃん。ミルクボーイの二人じゃん、今の。お笑い芸人の。ニサラリング。さあ、ラスト。でも25皿で当たったね。まあ大体いつも通りだね、25皿は。でんでんでん。
い。お、今前のお客さんはちゃんとクリアファイル渡してたから大丈夫だと思う。はい。あ、大丈夫です。あ、もう3と4ない。3と4よ。あ、何？欲しかったの？残念。2？ うん。え、でも、え？ 5？ 5ってさ、あれでしょ？3人いる。2と3でしょ？うん、そう。え、一番かっこいい3人が揃っちゃって9号になる。そうだね、はい。え、ちょっと5もいいかも。2か5がいいな。5じゃないよ。でも義勇さんとしのぶさんないな。ないんでしょ。早いね。あ、これあれ見せなきゃダメか。そうだ、あ、ここ、これ、はい、ありがとうございます。これ選んでいただいてもいいですか。どれ、どうしよう、ね、ちょっと決めれない、決めれない、2か5。じゃあ5番で。はい、ありがとうございます。もらったよ。もう閉店の音楽流れてるけど、やったね。裏、あれだ、アニメのあれになってる。めちゃくちゃかっこいいじゃん。妻大喜び。めっちゃいい。よかった。はい、ということで、くら寿司、もうすごいね。何？義勇さんと胡蝶しのぶがなかった？やばいね、マジで。めっちゃかっこいい。今日からでさ、もうないってさ、すごい。おめでとう。でもこっちに、ああこれ、うん、いいシーンのやつね。うん。はい、ということで皆さん、もう多分これ動画上がってる頃にはもしかしたらもうないかもしれないけど、くら寿司、あ、ほら旗まだあるから、旗があるお店は多分まだある店舗なので、ぜひ行ってみてください。それではまた明日。